ESTP さん、お待たせしました、はい、ESTP さんは内向思考を伴った外向感覚タイプです、はい、ESTP は最も効率の良い方法を取ろうと実際的で現実的な得策を考え実行しますと、うん、困難な状況の中で対処方法を見出し即座にことを起こすことに喜びを見出します。この ESTP さんの思考の序列は S 感覚、うん、で次思考機能で T、うん、で感情 F 直感 N、まあ、感覚、はい、あれですね、うん、キングダムでいうところの標高ですね、はい、本能型なんですか、ね、本能型 S 現状ですよね、現状把握してでそこでカンカーって考えて、はい、ESTP の組織への貢献の仕方は交渉や情報をしながら物事を進める、行動力活力がある、現実的な方法を取る、リスクを受け入れる、事実に基づいた情報を取り入れ記憶する、強強タイプですね、はい、なんかタイガーファンディングに出れそうなまあそんな感じですよね。というこの ESTP さんのリーダーシップスタイルは危機的な状況を率先して取り仕切る、うん、周りを説得して自分の意見を通す、はい、率直で積極的な態度で臨む、合理的なことを進める、行動を起こすことですぐに結果を得ようとする、広告代理店とか、はいはい、印刷会社のディレクターとか、はい、営業とかで多いような感じなのかな。あ、まあ、そんな感じですね。なんか問題起こってるところをバーって言ってやっていくみたいな、今やって今やってって言われるみたいな、はいはい、こんな感じかな、うん、何が役に立つか実際に試したり行動し試行錯誤しながら学ぶと、うん、今応用できる実際的なことを学ぶことを好むと、うん、まあ、この人も小説は読まないでしょうね、はい、勝手にすいませんこの ESTP の課題解決アプローチは状況を現実的かつ具体的な観点から評価し S、うん、次に何をすべきかについて論理的な分析を行い、これが T、 行いながら解決しようとします。より良い解決に導くためには人への影響に配慮したり、これが F、うん、複数の選択肢を見出すために他の可能性を探索してみる、これが N の必要がある、うん、なんかあれですね、はい、この本当に、はい、もうここしか見てない、この問題しか見てない感じじゃないですか。よくここでぶつかる、はい、なんか僕はなんか人生の悩みとかは、ね、はい、大きい道、はい、を、うん、しっかり正せば、はい、うまくいくんだと思ってるんですよ、うん、なんでこういう問題よりも、はい、こっちなんですね、うん、体調って多分こっちですもんね。具体的なお金の儲け方とか、はい、よくおっしゃるじゃないですか、はいはい、こっちが良ければ将来大丈夫って感じですよ僕の考え方で。これは、はい、お互いに、はい、譲歩する必要があるんでしょうね、まあ、だと思います。バランスが重要、バランスが重要って話なんでしょうね、はい、うん、というこの ESTP さんが好む職場環境は活気があり実績ベースの成果主義が求められる、うん、基本的な規則はあるがそこから外れることも良しとする、良しとしてくれと、うん、俺の好きにやらせろと、はい、楽しむことも良しとされると、うん、楽しませてくれと、うんうん、好きなようにやりたいんだと、うんうん、臨機応変に仕事を進めさせてくれと、うん、最新の技術や知識が揃っている、うん、バカはいらんと、バカはいらんとは言ってないじゃないですか物理的に快適な空間があると、うん、必要なことに即座に対処すると、はい、今今成人ですね、うん、でもなんかヨガとかでね、はい、今今って言うじゃないですか、はい、今だよ今だよって、うん、強いですよね。そうなるとまあやみにくいんじゃないかなとは思いますけどね。そうですよね、はい、だって今の問題、今の問題に目が向くわけじゃないですか。だって人が悩むのって結局ありもしない未来を想像して苦しむだけですからね、はいはい、
ありもしない未来は考えてもしょうがないって本当しょうがないんですよっていうタイプですからねくそ、はい、そうなんですよねっていうこの ESTP さんの考えられる弱みは、うん、素早く行動しすぎて他者の気持ちに鈍感と見られることがあると、うん、即行動対処することが主眼となり、はい、広い視野に立った自分の行動の意味を見失うことがある、うん、次々に課題をこなそうとして一つ一つが中途半端になることがある、うん、実利にこだわりすぎてしまうことがあると、うんうん、利益、はい、多分この65歳になった時に、はい、ふと人生を見返してみて、うんうんうん、俺の人生は何だったのかと、うん、子供はもう僕のことを好いてくれてないと、うん、嫁とも半年口を聞いてないと、うん、そういうことですよ。わかんないですよねN の人の方がそう考えそうじゃないですか。 N の人の、あ、結局ね、そう結局ね、うん、はい、ありもしない人間関係とかを見てね、うんうん、妄想してね、うん、ダメだったなってなってねもっとうまくできたんじゃないかとか思いそうじゃないですか。思いそう、はいはい、世界線が多分たくさんあるんですよ、うん、や言ってない世界線が、うん、卑怯だ不公平、はい、っていうこの ESTP さんの成長のためのヒントは課題遂行だけでなく他者の気持ちなどにも考慮すると、うん、即座に対処するだけでなく物事の成り立ちや前もって計画することの重要性に気づき時間を費やすようにしようと、うん、そのための、うん、今やってる課題はまず終わらせておこうと、うん、やっぱまあ新しい問題が来るとそっちの方が楽しそうになってそっちそっちって言っちゃうんですかね。そうじゃないですか。なんか問題解決中毒みたいな感じじゃないですかわかんないですけど、あ、 SP で、はい、そういうのはスリルが楽しそうな感じじゃないですか。そうですね、うん、はい、対極的な視点から仕事と遊びの適切なバランスを取るようにしようと、うん、俯瞰してみろと。俯瞰して、はい、はい、多分ね俯瞰してみるとあなたの周りで泣いてる人間も見えるんじゃないですか、うん、蹂躙してるこの足元の人たちをね、うん、ぜひ見てほしいです。あんまり気にしてなさそうですけどね。気にしてなさそうです、はいはい、じゃあせめてなんかこの世を良くしてください切なる願いでございますと